お母さんにおじいちゃんにいつの日かなるよ伝えよう命は宝あの夏の日に放たれた奇跡のメッセージしあぶしあぶみみんねみみんねみんな楽しICT やいまぴつシリーズ第44回目はシンガーソングライターの義母和也さんです。慌ただしい毎日のその中でいつも忘れている笑うことや涙流すこと小さな幸せ感じる心冬の風が冷たい頃思い出すのはふるさとの青い海と青い空聞こえてくるのは島の歌シュラよ時にその厳しさのシュラよわからず万里島の寄せては返す波の音はに似ています石の餌を愛しておられまして本当に熱い気持ちをお持ちなんですよ。でそのことについてちょっと語っていただきたいです。もうこの話はですね、はい、5時間ぐらいいりますけどいいですか。5時間もう全然お願いします。冗談ですその子供の頃エイサー少年だったという話をさせていただきましたが、はい、僕 の, その地元北部の赤石という集落は、はい、沖縄本島のいろんなとの地域からのまあ、移民っていうんですかね、移った村、はい、開拓の村として、はい、今もあるんですけど、まあ、その沖縄本島 の, そのお盆の旧盆の時期って多分アンガマ、伊谷山の旧盆の時期はそのアンガマっていうそのお面の伝統行事が、まあ有名かと思うんですけど、僕の地元の赤石はですねエイサーなんですよ。沖縄本島のまあエイサーがそのまま残っていて、はい、でそこの、まあ、いろんな地域から の, 村なんですけど、はい、その僕 の, そのおばあちゃん方は読谷からの流れで、 お,、はい、まあ、おじいちゃんは玉城ってことなんですけど、はい、読谷の祖部地区の祖部という集落 の,、はい、エイサーが、はい、を今でもやってるのが赤石なんですけど、はい、祖部から伝えられたエイサーということですか。そうですね、はい、その入植当時その村に移った当時はその地域ごとのはい、エイサーをやっていた、まあ、芸能をやっていたみたいなんですけど、はい、その統一しましょうと
一つにするときにその祖父江の地区のエイサーがなんか良かったみたいで、良かったみたいでこれ諸説あるんですけどね、なんかその諸説ありそのなんかその多数決とかパワーバランスとかもあったのかもしれないんですけど、これは聞いた話なんですけど、祖父江のやつがまあ面白かったということを僕は聞いてます。実は面白くて、沖縄本島の、まあ、エイサーの中でも僕は結構やっぱ祖父江のエイサー好きなんですけど、確かに祖父江さん人気でありますもんね、はい、本当に。それで、まあ、それに決まったみたいで、はい、それからも決まった後はずっとその祖父江地区のエイサーを、はい、今でもやってるあの村なんですけど、はい、そうですね、だからもうね、ずっとそれこそ赤石の、はい、もうおじいちゃんおばあちゃんそして子供たち老若男女でずっとやっているので、はい、もう昔のがそのまんま残ってるんですよね。その普通の青年会とかの本当のエイサーって多分こう、まあ、徐々にねマイナーチェンジしていくというか、まあ、メンバーがね新しく、はい、若い青年会のメンバーが主軸になってると思うので、その変化もねあると思いますし、別に僕はそれが悪いと思わないんですけど、その赤石の場合はその特殊でやっぱりそのもう老若男女しかも毎年同じメンバーで踊るということで、そのもうずっと昔 の, その当時の入植当時のエイサーが残っている地域なんですよね。もう受け継がれていってるってことで代々伝統的に。そうですね、まあ、ああいうねこう結構古典的なエイサーが好きな方もやっぱ多いみたいで、その町からその市街地から見に来てくれたりする方や、はい、今県外とかからもその赤石のエイサー昔の祖父のエイサーですよという感じで PR すると見に来てくれる方も多いですし、まあ、何よりやっぱそのエイサーの、まあ、歌とか踊りがねやっぱ面白いんですよね。ぜひ本当に見に来てほしいんですけど、皆さんぜひ見に来てください旧盆の中日にやってますので、ね、赤石エイサー最高ですよね、はい、必ずその旧盆の三が日の真ん中の日中日にやってますんで来てほしいと思います。僕も毎年その帰省して、はい、まあ、今は、ね、那覇に住んでるんですけど、もうその正月は帰らなくてもお盆は絶対帰ってるんですよ、エイサーのために。はい、もうエイサーが大好きですし、もう自分のライブももちろんやらせて最近もらってるので、はい、まあ、半分も仕事的になっちゃってるんですけど、はい、もう本当に里帰りして、まあ、同郷の、ね、友達とかとも会えますし、すごいこう一番帰る理由にもなってる、はい、ってことですよね。年間で一番こうテンションが上がってる時期というかその時が一番ギホさんのテンションが上がる日なんです。いや、そうですね、今年もコロナでできなかったんでね、もうそのパワーがあまり、はい、あり余ってますね。あ、そうですね、ちょっとはけ口をどうしようか、はけ口を求めて、うずうずしてますが、来年2年分ぐらいね弾けると思いますんで。じゃあもうその日にもうファンの方が来られたら一番テンションの高い義母さんが見られるということですね。そうですね、はいはい赤石のエイサー面白いです。まあ、いろんなね、エイサー団体本当にもあると思うんですけど、やっぱりその、ね、当時の、50年前かな50年前、はい、だからその入植当時の、はい、60年かも、そのすみません、はい、調べておきます、はいはい、それぐらい昔の方がそのまま残っているので、その今 の, その読谷村の祖父地区の方たちも、はい、あ、今ちょっと残ってないんだけど逆に赤石に残ってるんだということで、はい、見に来てくれたり、逆に祖父江の方が、そう、最近はその祖父江の方たちと僕らも交流に行ったりして、はい、あ、今こういう感じになってますよという感じで、その交流も結構最近はあったりして、本当にこう昔の人たちがその蒔いた種が、はい、芽を出して育って今その受け継がれてるなって思うんですよね。赤石と祖父江 の, その交流があるじゃないですか、はい、なんか一緒にその全頭餌とか出たらすごく面白いのかなとかちょっと私も思ったんですけど、ですね、僕も出たいですけど、はい、なんか夢があるお話ですよね、すごく交流があって。あと義母さんはその赤石エイサーの地方もされていますよね、はい、まあ、三振を、ね、始めた理由はその、ね、はい、高校の時のバンドメンバーの影響も大きいんですけど、もう一つの理由としてそのエイサーがすっごい大好きで、はい、毎年帰ってたんです。で今はそのエイサーのその地方をやってるんですけど、はい、そのまあ学生当時その太鼓を叩いてるんですけど、そのもう地方の、ね、自由亭っていうんですけど、その三振を弾くそのメンバーがもう高齢化でですね、皆さんそうちょっとも、はい、
三線とか歌とかももうちょっともうそろそろもう引退したいみたいな方たちが増え始めたんです。もうこれはもう仕方ないことなんですけど。ちなみにおいくつぐらいの。いやもうだからもう皆さんね、もう80代70、80代、90代もいたのかな。大御所も大ベテランですよね、はい、もう本当に亡くなるギリギリぐらいまでやってましたよやってた方もいます。生涯をかけてもうやってたってことですね、はい、まあ、普通はね、もう少し早い段階で、はい、世代交代するものなんでしょうけど、はい、その赤石やっぱ小さい村で人も少ないですし、まあ、若い人がそうそう、三線をねやっぱ弾ける人っていうのもやっぱ少ないんですよね。でその三線を、まあ、かじってたりポロンとやる方は多いんですけど、はい、そのエイサーのその歌、地歌の、はい、その、うん、をやるっていうのは結構そのある程度のそのスキルがいるんですよね。そうですよね、難しいですもんね。曲数ももちろん多いですし、はい、太鼓の人たちのこの足を見たり、はい、手の振りを見たりして歌を出したり止めたり、はい、スピードを速くしたり遅くしたりみたいな、うん、っていうそのスキルがかなり高い。普通に演奏できるプラスそのすごいこうノウハウがいると技術がいるものなので、エーサー用のってことですね。はい、それでこうそこまでのその技術を持った若い人がやっぱり育たなくて、で僕そのエーサーがなくなるのがすごい嫌だったので、三線をその本格的に習える大学があると高校の時代聞いたので、その芸大でがっつりそのまあ根っこの音楽クラシックも習って、もちろんエーサーの曲も勉強して、はい、でその地元に還元したいというか、うん、エーサーの地方をそのまま、ね、エーサーの曲はずっと子供の時から踊ってるので知ってますし、体に染みついてるので、その地方のメンバーにずっとこうね新しく入るメンバーがいなかった中で初めて、はい、僕結構合格が出まして、はい、地方の混ざっていったということですね、はいはい、70代80代に混ざって1人20代で、はい、最初に入ったメンバーが僕なんですよ、はい、で孫の世代ですよね。孫の代ですね。言わばですよね。これまでトライした方たちも結構いたんですけど、やっぱりその、はいね、難しくて断念する方が多かった中で、はい、1人孫の世代、そうです、芸大に入ったっていうのと、はい、やっぱりそのある程度勉強して行ったっていうのがあるので、入れてもらえて、でそこからこう結構、まあ、周りもね、まあ、その村のみんなも、まあ、世代交代だから、そろそろまあリニューアルした方がいいかもねっていうことで、その新しいメンバーを、まあ、その僕がその財布っていうんですか、はい、その曲を譜面に起こして、くんくん紙に起こす作業をしたりして、その、はい、もう一からやっていたんですか。その作業をやって、はい、まあ、その同世代とか下の世代たちがまたその三線やりたいメンバー、地方したいメンバーが入ってきやすいような流れを作ったっていうことですね。作ったりして、もう今完全にその、はい、まあ、2、3年前、4、5年前ぐらいからも地元の出身のメンバーで、まあ、若いメンバーで回せるようになったって感じですかね。す結構ギリギリ の、はい、バトンつなぎでしたねまあでも、はい、おかげで今ね途絶えず続いておりますので、はい、来てください本当ですね、とりあえず見に来てください。本当に熱い思いでエーサーをその途絶えさせてはいけないという気持ちでメンバーの総入れ替え、世代交代に成功したということなんですね。いやもう本当にね、でもそれぐらい本当にもう熱い気持ちをお持ちだなっていうのは本当思うんですよ。なので赤石エーサー、来年こそは絶対開催したいですよね。来てください。いや行きます行きます。牛そばってご存知ですか。牛そば、あ、好きです私、はいはい、牛汁牛そば、牛汁牛そば、あ、出店するということですね、はい、はい、少し話それるんですけど、はい、赤石食堂って言って、はい、蕎麦の美味しい食堂があるんですよ。知ってますよ、はい、知ってます。そこのマスターが、はい、その祭りの時は料理長なので、あ、じゃあ絶対美味しいやつ出てくるやつですね。めちゃめちゃ美味しいです。なるほど、はい、毎回売り切れますんで、あ、そういった魅力もあります。あとギボカズやライブもやってますし。あ、そうですね、もちろんもちろん、まあ、メインはもう本当ギボさんの、メインはエイサーなんですけどメインはエイサーなんですけど、そす、ね、その僕のライブもしながら、はい、いろいろやったりしてますんで。
マフェムカジフキバウビンジャスマリジマアカシムラカイタクノムラ先見隊の来た頃は何もない誰もいない水道もない沖の波間には都丸今も遠く聞こえてくる船笛の音九の十五夜や進化するうち似せたぬエイサウドイユヌアキルマディチンサグの花が咲く頃は黒い髪の美しいあの人思う中止になってしまいましたが、いやもうね、初めてじゃないかっていうぐらいこの開催したいですよ ね, ね。こういう感じでなくなっちゃって、だからそれこそもうあの帰ることすら僕はしてないんですね。もうあ、まあ、お年寄り多いので、はい、あ一応配慮してるってことです、ね。そう、もう那覇からわざわざ来なくていいんじゃないのっていうことで、お年初めてね、はい、リモートで、はい、あリモート、はい、あのスマホで手を合わせましたね。届いてるんですか？遠隔で、遠隔で、気持ちは届いてますお線香を一応ね、あの数あの母にね、火をつけてもらって、そういう感じでやったので、まあ、やっぱり寂しかったので、あのやっぱ来年は絶対やりたいですね。あとあの毎年ライブステージもされてたじゃないですか、はい、なので本当に楽しみにされてる方がたくさんいらっしゃると思うんですよ。そうなんです。あの祭りがその夕方ぐらいからそのエイサーの開催なんですけど、はい、その前の時間帯をちょっと利用してその、まあ、地元出身のミュージシャンとか若い子たちとかパフォーマンスの人たちを集めたりして、はい、まあ、簡単な音楽祭というかイベントも最近は開催させてもらっていて、はい、まあ、地元の、子供たちを、はい、ちょっと一緒にやろうということで、あ子供たち、はい、あもしかして赤石幼稚園の園児たちとか。そうなんです。木場さんは赤石幼稚園ご出身なんですが、そちらの演歌、園の歌も作られているんですよ。そうなんです。
だからなんか素敵だなと思いまして、まあ、こういう活動をしているというのを、まあ、当時 の, その園長先生が、知ってくれていて、で園長先生から直々に電話があって、義母さん、赤石市幼稚園は演歌がないんですと。演歌がない、あ、なかった、はい、そうだからこれまで小学校の校歌を一緒に歌ってたんですけど、はい、園の子供たちがこうもっと歌えるあのメロディーでキャッチーな歌詞を、あ、かわいい、もうそれこそだから演歌を作ってくださいということで、はい、もう僕でいいんですかという感じだったんですけど、むしろお願いしますという感じですよね。いやいや、なんかねすごいこう、ね、何百年も残るものって思ったら、なんか僕なんかがあの作るって大丈夫かなと思ったんですけど、受け継いでいきますもんね、 演歌というか、そうなんですよ、効果というものはなんかね残るので、大、まあ、大きなあの仕事でも、まあ地元の母校なので頑張って作りまして、でそれをまあ、今その子どもたちが歌ってくれてますね、はい、でそれをその発表作った年、まあ、それから翌年ぐらいまではこんな曲を作りましたということで、地元の村の方たちにもあのお披露目をしようということで、はい、あの子どもたちと一緒にあの演歌を発表したりっていう場を設けさせてもらってやりました。でもなんかちょっと私思ったんですけど、演歌ってでその幼稚園児の子たちからしたら、こんな若いお兄さんが作るのっていう感じになっちゃうと思うんですよ。だから最初子どもたちはその音源だけ言ってね、はい、あの本番前に僕が初めて初めましてで会うんですけど、はい、お兄さんだよって言って、そうそう、もっとおじいさんが出てくると思ったみたいで、そうですよね、あ、この人がそうなのみたいな感じで、あのびっくりはしてましたね。そうですよね、あれこんなにかっこいいお兄さんなのってなりますよね。まあまあ親ぐらいの、ね、世代なので、はい、びっくりしてましたね。でも本当に園児たちとステージに立ったり、地元 の, その後輩たち、はい、アーティストを応援するという気持ちがお持ちだということですよね。そうですね、その僕がまだその学生の頃というか子供の頃の赤石エイサー祭りは今ぐらいこの結構派手にやってなかったんですよね、はい、今でこ そ, そのもうエイサーがね、口コミで広がって、はい、その町とかからあの見に来てくれる方もお客さんも今多いんですけど、はい、あの当時はその村だけでやっていた時は、その僕らその中学生とか高校生 の, の, のど自慢とか、はい、出番も結構多かったんです、はい、まあ、そのアマチュアのというか、でそれに僕も出たりして遊んでたんですけど、今結構そういうのも少なくなってて、その、まあ、そういうこの若い子たち の, その発表の場が少なくなってるなっていうのを感じたので、そのなんていうんですかね、その村おこし的な、そうそう村おこしというか、はい、感じでその若い子たちにも声かけたりしてやったりしてますね。本当に発展していきたい、村を盛り上げたいという気持ちでいっぱいということですね。そうですね、やっぱり村にね、いろいろあの還元し、まあ、お世話になったし育ててもらったというのがあるので還元したいですし、そう、僕もまあ毎年帰りますし、その3年前ぐらいかな、そのまあ、沖縄民謡歌手の小嶋美佐子さんという方をつながりで呼んだんですけど、そういう感じでそのプロの方たちの演奏も子どもたちとか村の人たちに聞かせたいということで、あの呼んだりして、その時はね、あの赤石って100名ぐらいしかいないんですけど、あ、そうですよね、あのもっと少ないのかな、あの小嶋美佐子さんの年はね3000人ぐらい来たみたいですよ、赤石に。もう駐車場がパンクして駐車場ばかりからクレーム来ました。もう大変なことにしちゃって3000人入ると思ってるんだろこの村に。そうですね、それだけもう村が盛り上がったってことですね。いや、そんな感じでね、まあでもすごい喜んでくれたし、はい、よく呼んでくれたとい う, いう感じでね、はい、まあ、やっぱりね生まれた村なので、まあ、これまでもですし、これからもね、できる恩返しはしたいなっていうのはありますね。はい、本当に地元の赤石エイサーを愛し、村を盛り上げたい気持ちでいっぱいっていうことですね。ぜひ来てください、旧盆中日。牛汁もあります。牛汁ね、行かなきゃですね。では最後に八重山への熱いメッセージをお願いします。はい、大好きな、ふるさと石垣島の皆さん、まあ、今日初めましての方も、ね、もしかしたらいるかもしれないので、北部の赤石出身で義母和也と言います。こういう男が一応おりますのでよろしくお願いいたします。さあ、まあ、さっきもね、お話しさせていただいたんですが、旧盆の、ね、中日は赤石というところでエイサー祭りもやってます。知らなかった方も多いと思いますが、非常にこう面白いお祭りやってますので、ぜひ旧盆中日は赤石、北部にね遊びに来てください。さあ、
そして、はい、宣伝も、はい、こちらの CD いい、はい、もちろんです。沖縄電力の CM ソングになっていますへその緒、こちらのご紹介をお願いします。しっかり宣伝もさせてください。この曲はですね、6月23日慰霊の日に、子どもたちと、作った平和ソングなんですけど、子どもたちの平和の作文、たくさん書いてもらったんですけど、それをもとに、僕が作詞作曲をした曲になります。まあ、子どもたち、そしてその沖縄のね、その平和へのメッセージを次の世代に伝えたいということで、へその緒と書いてへその緒というタイトルの曲を書きました。そうですね、いろんな曲を出しておりますけど、これが最新作で今一応一押しになってますので、この曲を宣伝させてください。へその緒よろしくお願いします。でも本当にすごく素敵な歌声で胸がいっぱいになってしまう曲なんですが、ぜひ聴いてみてください。ゆばさん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。雲地の方いがちまるきうふむらうつんの診断機屋久島の杉の木やハワイのこのキナの木が喋り出したらうむしるむん、いろんな話にちむどんどん。いやさあさあ、シアップシアップ、ゆんたく広場の公園が、あの日は声を潜めてた、気づかなかったさ、デージ幸せ、大きな声で歌えること、お母さんのおばちゃんのひばちゃんの声が聞こえる、僕のお腹の真ん中の魔法の糸でわかる、シアップシアップ、戦争を知らない僕らが平和の歌を歌う番、星になったあの子の分も大きなスマイル冷やみかせ、お母さんにおじいちゃんにいつの日かなるよ伝えよう、命は宝、あの夏の日に放たれた奇跡のメッセージ、シアップシアップ。